どうも、赤ショッピーです。今回はですね、中古の水槽とか、ライト、ヒーターなんかね、品物が増えたんで紹介したいと思います。はい、これですね、ベタのコレクションケースの M サイズですね。よくね、お店でこうやって並べていっぱい見るやつ、その同じサイズになります。はい、これがテトラの20センチキューブの水槽になります。感じですね。ちょっと角割れ、こんな感じですね。これはちょっとこの辺の角割れあります。これが寿の20センチキューブ、これはですね、ちょっとっていうか結構これで角が欠けております。でも全然ね、水は張れるので、はい、ちょっとテトラのやつよりは100円引きにしております。でこれ15センチキューブ寿のブラックシリコンですね。これは比較的綺麗です。なのでお値段もこれぐらいですね。でこれジェックスのめちゃくちゃ明るくて綺麗なライト、1万ケルビンあるんですけれども、この三色ライトですね。これも大特価です。はい、でこれはですね、新品なんですけれども古いんで新古品として格安で売っております。ちょっと紙セットのについてる水槽なんですけれども。バラで水槽のみで販売です。でこちら中古品の20/20の高さがちょっとある24センチあるやつですね。でこの水中フィルターとオブジェが付いております。これのセットの価格になります。でこれは LED ライト、5ミリ厚ですね。さっきの紹介したようなやつ、中古型の水槽に使えるやつです。これもね、ちょっと青が入っててすごく明るい綺麗なやつですね。これが2個あります。でこれが中古の、オートヒーターですね。テトラの 50W、 これは、スタディ、縦置きと横置きができるやつですね。これが 55W で、同じくスタディの 80W ですね。これが品ぞれがちょっと増えたんで紹介したりしました。はい、またこれからも増えるかもしれないですけれども、中古品はその時限りなので、いつ入るとかそういうのはわからないですね。ある時に買ってください。はい、以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。